はい、皆さんこんにちは。サウンドラインチャンネルのてんちゃんです。今日は、エフェクターのご紹介なんですけれども、こちら、はい、重森のルビーストーンプレミアムをご紹介というか、まあ、試奏していきたいと思います。はい、こちらはですね、重森有名なブランドですね。すごく見た目もゴージャスで、音もいいということでですね、すごく人気なエフェクターとなっております。その中でルビーストーンプレミアムっていうのがね、入荷しましたので、こちらを弾いてみたいと思います。で、使用はですね、すごく簡単です。ボリュームとゲインとトーンの、3つだけです。はい、なんでね、エフェクター初心者の方とかでもね、こう、まあ、ちょっとエフェクター初心者の方にはちょっとこう敷居が高いかもしれないんですけれども、すごくいい音になりますのでね、はい、一回ちょっとやってみたいと思います。はい、使用するギターはこちらの RY ギターっていうね、工房系のブランドで、ハムバッカータイプを使います。で、まあ、アンプは、まあ、ツインリバーブ、クリーンのアンプを使って、どこまで歪みが持ってくるのかなっていうのをね、見ていきたいと思います。オーバードライブなんでね、どこまで、まあ、クランチからディストーション手前ぐらいまでいけるのかなっていうね、感じで試奏していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、じゃあまずはですね、クリーントーンからいきましょう。12時のとこから全部のつまみを12時、まあ、上に合わせた状態からいきたいと思います。はい、言われてるんで、やっぱりこう12時にするとちょっとモコッとしますよね。じゃあ、トーンを一回ギュイッと上げてみましょうかね。はい、トーンを上げてみました。感じになったので、ゲインをちょっと、まあ、だいぶ削ってみて、まあ、一回クランチっぽい感じを作ってみましょうかね。はい、ピッキングニュアンスが出しやすいですね。はい、これは使いやすいんじゃないですかね。でも結構やっぱり低音がすごくグッて出ますね。じゃあもう一番マックスにしてみましょうかね。マックス歪みいきます。マックス歪み、ちょっとねボリュームも、まあ、
まあ、ちょっとこう原因を上げていくとボリュームもぐわって上がってくるんで、まあ、その時はね、まあ、今はちょっと下げましょうかね。ちょっとボリュームを下げます。はい、若干下げます。はい、これぐらいでいってみましょうかね。素晴らしいエフェクターだからこそだと思います。はい、まあこんな感じでですね、つまみ3つですごくシンプルなエフェクターなんですけれども、やっぱりセッティングによってすごく差が出ます。はい、で、まあこの販売ウェブサイトにも書いてあったんですけれども、まあ、メーカーサイトにも書いてあったんですけれども、すごく繊細な、セッティングが可能ですっていう風に書いてあったので、もう今こう12時、9時とかこう極端にやったんですけれども、もっとちょっとずつの変化ですごくこう音の変化を楽しめるエフェクターだと思います。はい、じゃあ今回はですね、こちらで視聴動画終わりたいと思います。いいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。他の動画もありますのでそちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。